さんどうもこんばんは。 F1 支援戦闘機になぜフレアを搭載しなかったのかと思ってる。ゆっくりはやぶさです。電子機室に閉じ込められてるマリサだぜ。皆さんも F1 に乗ってたら一度は思うであろう、なんでこいつ BR10.3 でちゃんとフレアねえんだよ周りを見習いと思ったことがあると思います。誰しもが思うであろう問題。でもまあどっかの日本の鉛筆よりかはマシだという。あれはもう未亡人製造機だから。唯一の救いは BR が 10.7 から 10.3 になったこと。 BR10.7 でフレアなしはきつすぎる。日本ジェットに乗りたい方は YouTube でオーサンダーミサイル回避って打てば色々出てくるので調べておきましょう。知っておけば少なくとも AIM9 や R60 に一方的に殺されるってことは少なくなるぞ。こいつ BR10.0 にしてくれないかな。さすがにそれはなさそう。そしたら機体解説に行きます。わかった。今回使う機体は F1 支援戦闘機 T2 の支援戦闘機型のやつか。そうだね。スペックはこんな感じ。ランク6で BR は 10.3、 主な武装は 20mm 艦砲と AIM9P サイドワインダーで、フレアなんてもの存在しません。もう一度言います、フレアなんてありません。めっちゃ主張するやん。最高速度は 1688km/h、 適正高度は 10,975m、 最高高度は 10,500m、 旋回時間は 33.9 秒、上昇速度は 128.2m/h、 最大修理費は 10,452 シルバーライオンといった感じです。機体性能って T2 と変わらないのか。スペック見た感じだと多分ほぼ変わってないです。そうなのか。この機体を簡単に言うと、火力高い、速度普通、旋回良い、上昇普通、フレアとチャフないといった感じです。まず最初に火力は普通にいいです。主に 20mm バルカン1門750発あって、威力も普通に良く、弾速も速いため当てやすいです。 T2 との違いは、バルカンはそのままですが空対空ミサイルの搭載数が2倍になって4個積むことができます。 AIM9P を4個はいいな。持てる数が増えるのはありがたい。次に速度は普通です。 BR10.3 ら辺だと普通だと思いますが、ボトムになった瞬間追いつけない、追いつかれるで大変なことになります。そして後ろから高性能ミサイルを撃たれるという。ボトムになったらミサイルの餌になると思った方がいいです。次に旋回性能は高いです。 T2 と同じで旋回性能が高く、 1VS1 は普通に強いです。確か大体 MIG21 よりも少し曲がるくらいだったよな。そうだね。 T2 の時も言ったけど、 A10 や S4E25 だと負けているから、相手に来た時は速度の速さを生かして一撃離脱をしましょう。ロール性能も速くて、ロールを使う軌道に十分ついていくことができます。最後に上昇性能は普通です。アクターバーナージェットなので、高度は十分取ることができます。ジェット戦場では高度より速度の方が重要だからな。そうだね。速度があれば低高度でも問題ないと思うよ。このくらいかな。それじゃあ戦闘に行くか。了解。マップはベトナムの戦いで弾薬ベルトは空中目標。AIM9P ミサイルだー。強直安定じゃねえか。まあ R3R なので着なくても全然回避できるんですけどね。なんなんだよお前。てかお前いい加減無線室から出せ。それ融合しちゃったので多分もう開けられないよ。てかなんで普段は部屋にいるのに、なんで直接乗ってんだよ。やっぱ人生スリルを味わいたいんですよ。危険なスリルに他人を巻き込んでんじゃねえよ。スリルといえば、私でブサバを入れようとして、このゴーサンダーのアカウントの入り方わかんなくなっちゃって、めちゃくちゃスリルを感じたんですよね。10万円のアカウントに入れない恐怖。ちなみに現在はやられ役しか見たことないやつとか挑戦してます。 MIG21 はいつの時代もやられ役。ということで、やられ役として彼には死んでもらいます。かわいそう。血は救済だから落ちてください。後ろからないメルが。回避。ほら救済が来てくれたぞ。目視圏を発動します。なんでお前拒否圏とかじゃなくて目視圏なんだよ。死ぬぞ。おっしゃ、なんか当たった。なんでクソエイムが当てられるんだよ。私の脳内 FCS が運よく作動してくれたみたいですね。任意のタイミングで発動できるようにしてくれ。前方2キロに日本機ゼッコロミサイル搭載機、マジックミサイル。ちなみに最初ら辺で言ってた R60 と AIM9 の餌になりづらくなるって言ったじゃないですか。そうだな。実はその方法だと、マジックミサイルの回避はほぼ不可能らしいです。お前それってつまり射程内から撃たれると。逃れられないし頑張ってます。最悪すぎる。ちなみにマリサ忘れてるかもしれないけど、そこから出られないからね。お前マジで覚えとけよ。てかこれ後ろに突かれてるけど大丈夫なのか。相手旋回でエネルギーないので大丈夫です。あのあと1分くらい経って味方と集団リンクしてます。そして外すクソエイム。私の脳内 FCS がここに打てって騒いでるんですよ。その脳内 FCS 多分ぶっ壊れてるぞ。まあ運が良ければ作動する FCS なんて、これは固めちゃってるな。惑星民はみんなキルに溺れてるんですよね。その欲望の結果がキルしているという。まあ私も7割キルすることしか考えてないんですけどね。いつかあからさまにキルしているしそう。さすがに実況者としてそれはしませんよ。そもそもこのチャンネルでまともに実況をしたことがあるだろうか。真面目に実況したら誰も見ませんよ今の時代。適当じゃねえか。とか言ってる間にキルチャンス。味方に検出されるに賛成。私は反対します。ちなみにどっかの国ではその人間に脳を入れないと翌日その登場をした人が消えてる国があるらしい。その国に今回にミサイルぶっ飛ばしまくってそう。なんかちょうどいいところにS4E25いるんで落としてきます。相手オールアスペクトの R60M だけど大丈夫なのか。フレアないので撃たれるとかなりヤバいですが、ちょっとした小技があってそれすればなんとかなります。どういう技なんだ。これは私が YouTube で知ったものなんですが、簡単に説明するとミサイルにミサイルを当てるといった感じです。いやアスペクトでもロックができるのか。実はミサイルって赤外線でロックできて、しかも正面からでもロックできるので、コツさえ理解できれば結構役に立ちます。これで正面から無慈悲に突っ込んでくるオールアスペクトミサイルを迎撃できるってわけか。相手はこれに気づいていないそうなんで、密装ぶち込みたい。シーカーロック、変装ロックで告白。あ、ちなみに3つ目ではありません。視聴者全員知ってるだろ。フレア出すな、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 フレア出すな。めちゃくちゃ祈ってるじゃねえか。ミサイル命中何撃ってんだお前。めちゃくちゃ撃っててさ、ケースしたらお前を YouTube で晒してやる。晒すのかよ。消滅ケースするやつって撃ち落として分からせるくらいしか効果がない気がする。この問題はダブルティが左周するまで続くんだろうな。そろそろ終わらせないと尺がヤバいので、あそこのやつ落として終わらせます。急に寝たくなったな。敵はどうやらチャイナミグ。最弱ミグ21にも一等機関砲を追加したやつだって。敵にはフレアがないのでボックス。これ射程的にきつくね。ボードがあればミサイルの射程はできるので、ないんピーを信じます。本当に大丈夫な。これ全然いけるわ。敵チャイニーズミグを撃墜。その後はブラインドで最後の敵を見つけてエース取れると思ったらゲージ切れで試合終了。ブラインドだー。
結果は、順位1位、称号5個、月追4期、ポイント1万、2297、シルバーライオン6万、1222でした。今回は F1 支援戦闘機を使って実況をしました。リクエストしてくださったヤマト金剛さん、リクエストありがとうございました。次は、ヤクサニューを使うと思います。ヤクサが液冷エンジンから空冷エンジンになったやつか。そうだね。それでは今回はここまでです。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。